はい、皆さんこんにちは。こんにちは。シュラビーズバーへようこそ。引き続き流水さんのお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。はい、どうも。内藤さん、ペロッと食べちゃいましたね。ポテトがいつの間にか。このトリュフの香りがねもう最高ですね、これね。ねえ、美味しいですね。おかわりしてまたシャンパンに合いますよね。すごい。シャンパンとこのねトリュフオイルとスライスしたトリュフとね、意外にリーズナブルだというのは本当でしょうか。割とリーズナブル。割とリーズナブルなお店。謎の声がまた謎の声が来ましたけどね。ランチが時々来るんですか。ランチもいいらしいです。街の声です。いや、さっき僕のね本の話をしていただいたんですけど、僕がね実はちょっと衝撃を受けた内藤さんの本がありまして、皆さんご存知だと思うんですけど、好きを極める仕事術という。いや、内藤さんとねこれはご縁ができてから読ませていただいたんですけど、これは僕結構衝撃的で。ありがとうございます。何が衝撃的かというと、ちょっと自意識過剰かもしれないんですけど、いや、なんかね自分が書いてるみたいだったんですよ。不思議で。だから要するにね、一つのことを突き詰めていくとみんな同じような境地に達するのかもしれないんですけど、あまりにも僕が普段考えているようなことが書いてある、本当に書いてあって、で 95% ぐらい一緒なんですよ。さすがにちょっと被ってないところもあるんですけど、はい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 、で内藤さんは投資のスペシャリストで、僕はずっと13年間小説家やってるんですよ。だから全然畑違いのはずなんですけど、これは実は投資と小説が違うだけで、中身はやってること一緒だ。そうそう、一つのことを突き詰めてやっていくと、結局その悟る境地は一緒なのかなっていう。それはね、でも他の方にも同じこと言われる。あ、やっぱりそうですか。その人はまた別のことやってる人なんですけど、やっぱり好きなことを極めてやってる人で、いやこれはねっつって言ってましたけどね、だからやっぱりそういう似たような、そうそうそう、ね、自分の好きなものをこう仕事にしてやれてるって、ある意味すごい幸せなことで、そうなんですよ。それで結果がちゃんと出てくるとまたさらに楽しくなるみたいなね。いや、その中で僕が好きなのは、僕自身も設けてるんですけど、ミッションを設けるのがまず大事だっていうことがあって、これは皆さん共感すると思うんですけど、で内藤さんのミッションが僕すごい好きなんですけど、愛と自由とサムマネーっていう、よく知ってますね。いや、これがありまして、これがもうほぼね一緒 で、 そうなんですか。何が違うかっていうと、僕強いて内藤さんに合わせて言うと愛と自由とクリエイティブなんですよ。あ、僕はやっぱクリエイティブなことが大好きで、小説に限らず漫画原作とかビジネス書でもいいし英語本でもいいし、いろいろやりたいんですけど、なんかブログもね立ち上げて、あ、そうですね、ブログも立ち上げたばかりなんですけど、でもここでまず内藤さんで、サムマネー、もちろんマネーの専門家なんで、はいはい、マネーっていうのは入るのは当然として、はい、愛と自由が真っ先に来たっていうのがもうすごい僕好きになったんですよね、それで。で、自分自身もやっぱその一番大事にすることはその人間愛じゃないかっていうか、まあ、あれは別にね、男女の愛じゃなくて、ね、いや分かってますよ、もちろん人類愛なんですね。人類愛、人間愛ですよね。人間関係と、まあ、やっぱり選択の自由っていうかね、好きなことができるってことと、でもお金がないとちょっとね。そうですね。でもたくさんお金いらないと、サムマネーでいい。そうだから、マネーのスペシャリストである内藤さんがあえてサムマネーっていうあたりが深いなあ、ビッグマネーとか言わないでね。そうですね、まあそうですね。僕はね、自分のミッションはいろんなところで発表してるんですけど、僕は世の中をハッピーにしたいっていう、その言葉に尽きるんですね。だから僕のそのクリエイティブな何かで世の中をハッピーにしたいっていう、でこれは本当にその内藤さんの愛と自由にやっぱすごい被るなと思って、で内藤さん最初にお話しした時から妙にその気を許してくださってる感じがあって、最初のねパーティーでね。そうなんですよね、最初パーティーで大多数の中でお会いしたんですけど、妙に話が弾んで、全く世界が違うのに、そうそう、なぜかずっと話してたっていうね。そうなんですよね。だから僕5本を拝読する前からなんかこの人話しやすいなと思って、そうですね、で本を読んでね、すごい納得したんですよ。あ、この人やっぱ愛と自由を大事にしてる人だから自分と通じるところがあるし、その道を極めていったことによって僕が苦労して身につけたようなことをすでに身につけてるっていう、それがねすごい面白かったんですね。いい、ありがとうございます。まあそうですね、あとでもね、内藤さん非常に若く見えるんですけど、実は僕より10歳年上で、それがまず初対面の時衝撃だったんですけど何が言いたいかっていうとね、その内藤さんと僕の被ってない部分なんですよ。それは何かっていうと、内藤さんはポジティブなサイクルを作るといいって言って、そのために自家評価が必要であると、はいはい、自分の活動を世の中に問うのが必要だって、はいはい、そこでね僕がちょっと自分が甘かったなと思って、本でね勉強になったんですよ。僕ももちろん作品という形で世に問い続けてるわけですけども、そこでね自家評価を問うという謙虚な見方ができてたかと思って、
自分のこう、うん、主観にどうしても頼ってしまったところは。そうなんですよ。だからそこで僕ちょっとね傲慢だったんじゃないかと思って、もうちょっとこう、うん、街の声を聞けと。そうなんですね、うん、だから僕はだからこの分からないやつがバカだ的なとこもひょっとしたらあったんじゃないかって。でも内藤さんのあの自家評価を世間に問いかけるっていうのですごいあの自分の胸にぐさっと突き刺さってですね、最近だからそのあたりも本当気をつけないといけないなと思ってた矢先なんで、あれはねまさに年の功というか10年のこの貫禄の差を見せつけられた思いがしたんですけど、まあ、僕も若い時は結構ね偉そうでしたからね、まあ、今も偉そうってよく言われますけど、ね、やっぱりね世の中のこう声を聞くっていうのは、ね、うん、自分が間違ってると思わないといけないかなと思いますよね。僕も20代の時はものすごく勘違いしてましたから、20代前半とか特に、まあ、未だに僕も勘違いしてるってよく言われますけど、ね、うん、まあ僕も言われますけどその辺りも実は似てるのかもと思います。そうですよね。でもまあ好きなことを極めるっていうのは本当に大事なことで、そうですね、でまあそれをなんていうか周りの人にこうね分かってもらえると嬉しいなっていうふうになるっていうのは、うん、それは同じだと思うんですよね。エリアは違うかもしれないですけども、似たようなことだと思いますから。あれはでも実体験として感じてないと、うん、なかなかあの理解できないだろうなとは僕思ったんです。僕は自分でこう体験を通して学んだことなんですごいね内藤さんのメッセージがあの届くんですよ。でもあの好きを極めることの大事さとかが実感できてないとあのメッセージも届かないかなっていうこともちょっと思ったりしたんですね。まあ、時間かかりますからね、うん、認められるのね、うん、もうこれがね売れればねまたこう、そうですね、受け入れられる土壌が出てくるかもしれないということで、じゃあ乾杯しましょうか。そうですね、どうもありがとうございます。どうもありがとうございます。また引き続きよろしくお願いします。ということで、まあ、なんとかまとまりましたので、はい、また引き続き流水さんのお話を伺いたいと思います。またよろしくお願いします。